どうも、241です。はい、今回は B リーグチャンピオンシップへの道。はい、よろしくお願いします。いきます。ということでね、もう4月も半ばになりまして、ついにこの時期が来たかっていう感じですけど、大詰めですね。大詰めです。もうあと3週間でね、プレーオフに突入するということで、まあ、今回はそのチャンピオンシップ、今どうなってるんだっていうね、チャンピオンシップ争い今すごく過熱してますから、どういう条件でどうなったらいけるんだっていうのをちょっとね、今回まとめてお伝えしていきます。はい、よろしくお願いします。じゃあちょっとね、まず東地区から見ていこうと思うんですけども、まず順位表ですね、現在の。まあ、ざっとこんな感じですね。まあ、試合数は少ないんですけど、まあ、千葉が1位ということで、本当東地区で言うとね、上位はずっと混戦でね、一勝一勝が大きくなってくるんですけど、まあ、ちょっとじゃあ1チームずつ見ていきますか。はい、まず千葉ジェッツ、撮影日時点なんですけども、現在1位の千葉が29勝7敗で勝率が 80.6%、 残りが9試合となっております。はい、残りゲームがねこんな感じですね。まあ、千葉の大変そうなところで言うと、27日の川崎戦から川崎、宇都宮、琉球、渋谷と、まあ、こういった試合が続きますね。なるほど、まあ、最後の最後にね鬼の連戦が来るということで、まあ、千葉はねアルバルク東京の直接対決は1勝1敗でね、得失点差もプラス10ということで、まあ、同じ勝率なった時には優位になるっていうことで、まあ、そこは大きいですよね。ただ千葉は今回試合数が少ないからな、ちょっと難しいというか、確かにまあでも勝率だからね、全ては。はい、でまあ川崎との対決はねここまでで1勝1敗、でこちらもプラス4ということで得失点差も勝ってるんですけど、まああと2試合残ってますからね、そこも楽しみですよね。はい、次に第2位アルバルク東京、34勝9敗、勝率が 79.1%、 残りゲームが10試合となっております。はい、残りゲームがこんな感じですね。まあ、アルバルクで言うと、最後の4試合、川崎、宇都宮と直対が残ってますね。なるほどね。まあ、川崎はここまで1勝1敗ということで、得失点差はね、マイナスなんですけど、まだ残ってるということでね、まあ、そこ次第でこう2位と3位がね、入れ替わるってこともありえるし、宇都宮戦も怖いですよね。宇都宮が勝ってきたら、まだまだ分からんしな。間違いない。第3位、川崎ブレイブサンダー。33勝12敗、勝率が 73.3%、 残りが11試合となっております。はい、試合に関してはこのような形となっております。残り上位のチームとしては、宇都宮、千葉、東京とこういった形が残ってますね。はい、宇都宮に関して言うと、まあ、4月13日にね中止になった試合が、その代替試合があるかもしれないということで、そこもあるし、であともう1試合あるということで2試合残っていて、まあ、3位というのにかなり僅差ですからねどうなっていくのかまだまだ分かんないですね。ここは宇都宮が入ったらまたちょっとな、激しくなってくる。ここがそれによってね、チャンピオンシップなのかホームなのかみたいなのも変わってくるし、ここは熱いですね。はい、第4位宇都宮ブレックス、33勝14敗、勝率が 69.6%、 残りが11試合となっております。はい、残り試合がこのような形となっております。まあ、宇都宮結構大変で、川崎がまだ調整中含め2試合、秋田2試合、千葉2試合、東京2試合と、おおハードですね。なかなか重いですよ。重いね。まあ秋田もね、まあ今シーズン1勝1敗だし、まあ、千葉とも1勝1敗ということで、まあやっぱ上位進出にかけてはね、ワイルドカードじゃなくてね、やっぱその上位の対決がね大事になってくると思うんで、ここはやっぱりちょっと負けられないですね、宇都宮としては。まあ川崎も千葉も東京も死に物狂いでは来るから、ここは負けられへんマジで。はい、第5位秋田ノーザンハピネッツ、27勝17敗、勝率が 61.4%、 残りゲームが10試合となっております。まあ、秋田でいうとこんな感じですね。前半がかなりきつくて、三河、千葉、宇都宮と、この前半が鍵になってきますね。鍵になってくるね。やっぱ秋田はね、この間川崎とのゲーム2、あれを大逆転勝利で取れたっていうのはね、すごく大きかったなと思って、あれで一気にこうやっぱチャンピオンシップにも近づいた感じありますし、まあ、このままいけばね、あのワイルドカードに入っていけんじゃないかなっていう感じもありますし、楽しみですね。ここは楽しみ、初やからな、ここ。そうね、期待できるよね。で最後に第6位サンロッカーズ渋谷、25勝23敗、勝率が 52.1%、 残りゲーム数が11になっております。はい、残りのゲームがこんな感じですね。まあ、ここは東京、千葉とはあるんですけども、まあ、ほぼ全勝必須というか、そうだねやっぱ秋田にも直接対決でね、得失点で負けてるんで、勝ちをね全部取っていかないと勝率でいけないですから、あとやっぱりもう他力本願っていうところに、ね、なってきちゃうというか、相手の負けを祈りつつ自分たちは全部勝っていくっていうのが、
必要になってきますね、ここは。まずは全勝。そうだね、間違いない。はい、で一応可能性で言うと、うん、もう1チーム、まあ、群馬が全部勝てば可能性はまだ残ってるっていうことで、うん、きついんですけどもまだ分かんないということです。まだまあチャンスはね、うん、あるっていう感じですね。はい、が東地区となっております。はい、じゃあ続いて西地区見ていきましょうか。はい、西地区の今の順位がこうなっております。まあ、相変わらずぶっちぎりの琉球ですね、うん。まあ、琉球に関して言うと42勝4敗ということで、うん、勝率がなんと 91.3% 歴代最高ペースですからね。はい、今、まあ、CS は確定してるんで、あとは島根との 1-2 争い、うん。まあ、今スケジュールで言うとこんな感じなんですけども、まあ、島根との直対が2試合あるのと、うん、あとは名古屋がなんと4試合あるっていう。そうだね、不思議な感じになっております。うん、最後の最後まで残ってきたっていうね、はい。まあ、島根とは今現在で1勝いっぱいでね、得失点差で言うとギリ勝ってるぐらいなんで、島根名古屋とのね上位対決をどう制するかっていうところで、まあその50勝なんのか歴代最高勝率なんのかっていうのもね勝ってきますから、はい、チャンピオンシップに向けてもやっぱりねそういう上位陣との対決っていうのは勝っておきたいですからね。次に第2位、島根スサノオマジック36勝11敗、勝率が 76.6%、 残りが9試合となっております。はい、まあ、ゲームで言うとこんな感じですね、うん。まあ、島根で言うとこの琉球の2試合がもしかしたら1位になるかっていうところでかかってますね、うん。あとやっぱりどれだけ好調をキープできるかっていうところですね。はい、楽しみですね、ここは。楽しみ、初やからな、ここ。そうね、うん、期待できるよね、うん。続いて第3位、名古屋ダイヤモンドドルフィンズ26勝12敗、勝率が 68.4% となっております。残りゲーム数が11となっております。うん、まあ、名古屋でいうと琉球の4試合と、あとは東地区で東京っていう形で上位対決があるっていう感じですね。うん、まあ、名古屋はまだね2位の可能性あるから、うん。まあ、名古屋はね負け数でいうと島根と一緒なんで、うん、で島根に直接対決は勝ってるんですよね、うん。ということでやっぱりその上位陣での対決をね勝っていけば2位もありますから、うん、大事になってきますね、ここは。大事ですね、うん。まあ、今年こそはっていうところですね。そうだね、うん。はい、続いて第4位、シーホース三河23勝19敗、勝率が 54.8%、 残りゲーム数が11となっております。三河のスケジュールでいうとこんな形となっております。秋田が2試合残ってたり、最後に川崎が2試合残っているという形で、うん、まあ、上位対決が残っている感じですね。三河はどっちかっていうとワイルドカードの方を狙っていくのが現実的かなって思うんで、うん、やっぱその秋田との直接対決とか、うん、そういうとこ落とさずにね、うん、しっかり勝っていくことが大事になってきますね、ここは。はい、第5位、広島ドラゴンフライズ23勝23敗、勝率が 50%、 残りゲーム数が11となっております。広島の残りゲームでいうとこんな形となっております。上位との争いで川崎とか琉球とかあるんですけども、まあ、広島も渋谷と同様、うん、まあ、全勝は必須っていう感じですね、ほぼほぼ。そうですね、うん、まあまあ、あとやっぱりそういうね取りこぼしなくしっかり勝ち星積み重ねていくことですね。うん、で第6位、信州ブレイブウォリアーズ22勝24敗、勝率が 47.8%、 残りが9試合となっております。はい、まあ、信州も残りゲームこんな感じなんですけども、まあ、信州も全勝必須です。うん、うん、ちょっとね消滅試合とかもありましたから、うん、やっぱりここはね勝ってなきゃいけないですね。そうです、非常に厳しくなってきますけども、うん。でもう1チームが一応大阪もありまして、うん、まあ、大阪も全勝するっていうのが必須、ほぼほぼ必須ですね。はい、まあちょっとあとねワイルドカードもチェックしていこうと思うんですけど、うん、ワイルドカードの一覧がこのような形となっております。うん、まあ、1位が宇都宮ということで、まあ、結構抜けてるって感じやな。そうだね、うん、まあ、現実的に見ると宇都宮の上1枠はもうちょっと固まってるっていう感じ、うん、宇都宮にしてもその上のね川崎とかが来るにしても、うん、上1枠は固まってて、この最後の1枠をね、うん、多くのチームでこう争って形になると思うんですけど、まず秋田と三河でポイントになってくるのが、うん、やっぱ直対、直対ね、うん、あと2試合ありますからね、うん。まあ、秋田がね圧倒的に有利といえば有利なんだけど、うん、まあその流れ次第ではね、うん、分かんない展開だし、うん、あとまあ渋谷とかもねその可能性まだありますから、うん、ここはやっぱり秋田としては気は抜けないなっていう感じですよね。うん、まあ、秋田はこの前半戦かなりきついゲームなんですけど、まあ、ここはねやっぱあの CNA アリアの、うん、声が力になるようなブースターの力を借りてね、うん、勢いつけたいところですね。はい、であと、まあ、渋谷がわりかし可能性はあるっちゃあるというか、うんうん、秋田との直対はないけど、まあ、渋谷が勝って秋田がちょっと調子悪くなったら渋谷が進むっていう感じです。うん、で信州も実はね秋田の直対勝ってるんで、うん、もし何の時には上行けるっていうねありますけど、まあ現実論三河とかがな、そうそうそう、勝っちゃうとまた無理になってくるからな、うん、実際の争いは秋田三河渋谷に近いっていう感じですね。うん、まあでもやっぱりね直対とかで変わってきますから、うん、最後まで気は抜けないですね、ここは。はい、うん、で最後に現在の対戦シミュレーションはこんな形となっております。うん、いや熱いね、やっぱり8チームとも熱い熱い、うん、特にやっぱ川崎島根なんてはねどうなるかっていうのは楽しみですよね。うん、うん、
はい、ということで今回はね B リーグチャンピオンシップへの道見ていきましたけれども、まあ今年はやっぱり22チーム中8チームということで過激な争いですね本当にね。うん、少ない少ないね、少ないしかなりレベル高いんで、うん、もうちょっとチーム出してよっていう、ね、感じはちょっと正直ありましたけどまあその分やっぱりレベル高い戦いがね期待できるんで楽しみですよね。チャンピオンシップはまあね今シーズンは本当にコロナ禍とかもあって結構中止の試合とかね、うん、消滅の試合も多かったんで、うん、この後はねなるべくこう消滅しないで全部見ていきたいなって思いますね、うん、僕らもね、うん、行きたかった試合とかちょっと行けなかったりもしてるんで、うん、ちょっと悔しい気持ちもあるんで、まあ、チャンピオンシップワクワクしながら、うん、5月ワクワクしながらね行きたいですね。全試合しっかり見たいですね。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。それでは241でした。